ダイスレガシーのコーナー。このコーナーではコチメディアから9月9日に、PC 版、任天堂スイッチ版が発売される、ダイスレガシーを紹介していきたいと思います。一緒に出演してくださるのはイトラさんとホロロさんです。こちらのゲームは資源を管理しつつ、いろんな施設を建てながらどんどん先に街を拡大していって、そして鍵を握っているのがダイスということなんですけど、はい、そうなんですか？そうですね、ちょっと分かりづらいとも思うんですけどスライドの方とりあえず出してもらってもいいですかね。はい、ダイスレガシー、基本的な情報こちらになっております。はい、デジタルのみの販売となる予定ですね。発売日は9月9日となっております。でこの後にですね、一応映像の方も用意されているようなので映像を見ながらちょっと説明していこうかなという感じにしようかなと。わかりました。はい、なのでじゃあちょっと映像の方も出していただけますでしょうか。はい、今回はマイクもオンの状態で見ていきましょう。音節付き。はい、今ちょっと出てると思うんですけど、このようにダイスがいくつかありまして、うん、ダイスの出目によって何ができるのかが変わるというゲームになってます。はい、で今のようにちょっと縦長の世界観になっていて、手前から奥に向かって、街を発展させていくんですけれども、出るかな。こうやってダイスがいくつかロールすることで、表になった面によってまあ、ダイスを配置していろいろ作業をしていくと。なるほど。奥にはこう先は霧にかかってるんですけど、そこから敵が攻めてくるので、それに対応しつつ街を広げていかなければなりません。はい、このように、まあ、作物を生産してとかね、いろいろあるんですけど、で冬が来ます。この手のゲームの冬っていうのは結構厳しいものが多くてですね、しっかりと対応しなければそのまま食料危機になり、街がどんどん痩せ細っていくという感じのサバイバル的な要素もあります。いろんなダイスが、今ちょっと溶鉱炉みたいなのもあったんですけど、2つのダイスを組み合わせて強いダイスにするという要素もあって、ダイスの育成、成長要素みたいなものもありますね。なるほど。はい、カミングスーンになってますけど、発売日は9月9日です。さっき言いました。はい、確かに言ったなと思って。カミングスーンの。はい、カミングスーンです。9日でございます。はい、面白そう。はい、ということで、はい、とりあえずまあプレイしながらちょっと見ていきましょうかね。わかりました。はい、じゃあやっていきます。早速。早速。ニューゲームで。サクサク、はい、ニューゲームで。いいですか。サクサクいきましょう。サクサクいきます。はい。で、いくつかシナリオがあって、クリアするごとに解放されていくという形。まずはこれだけ。はい。シナリオを選択するんだ。ん？最初にシナリオを選択する。あ、そうです。シナリオを選択します。じゃあこれ。あるの。いきます。で、ここも、アンロック要素として、指導者が選べるようになっていきます。で、指導者によって、いわゆるその、すごいスキルみたいなのが決まっていて、結構まあ、プレイ感がちょっと変わっていくんですが、まだこれは本当に最初の状態なので一人しか選べませんという、なるほど、ですね。じゃあとりあえずこれで始めちゃう、はい、始めちゃってください。レッツゴースタート、うん、一応さっきちょっとね触ってもらって、はい、基本的な操作感の方は説明しなくても多分大丈夫かなと思うんですが、音わからなくなったら教えてください。はい、わくします。もうちょっとね、ゲームの内容的な方にフォーカスしていければと。はい、これ何？丸になってるんですか？はい、リング状ですね。ちょっとまだ発売前なので、翻訳の精度の方がちょっとあれですけど、その辺は気にせず。ダイスの成長というか、そうですね、ダイスの出目をパワーアップしたりとかっていう要素はあります。あ、具体的にどうなるかっていうのは、ちょっとゲーム進めながら見ていければと思うんですが、このシナリオはこの浜に漂着した状態から物語が始まります。ああ、これがダイス、はい、でそれが今自分が手持ちのダイスですね、うん、いわゆるこのダイスは村の人、自分の村の人を表しています。あ、このオレンジ色のは農民ダイスといって、それぞれが農民としての仕事をできるダイスなんですが、うん、ダイスって6面あるじゃないですか。はい、農民というか種類によってダイスの書かれてるシンボルが変わってくるんですよ、バランスが。なるほど。兵士ダイスだったら戦う剣のマークが多いとかっていう違いがあって、はい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 、まず最初は農民を5人所持した状態から始まります。とりあえず、
左上に目標がありますね。調理場を完成させようというのがあるので、これで、ね、はい。ただ建物を建てるにはハンマーのマークが必要なんですが、手持ちにないじゃないですか。そういった場合どうするかっていうと、リロールという要素があります。ダイソロール、はい。いいんですか？はい。することで出目を変えることができるんですが、ダイスごとに数字が振られています。15って書いてます、はい。さっき16だったのが15になります。うんうんうん、それいわゆるダイスのヒットポイントですね。農民のヒットポイント、はい。はい。で、0になるとなくなってしまうので、0にしないように、その出目を合わせて進めていかねばなりません。じゃあこれをとりあえず置く。ハンマー置くと残り20秒足すとその家が完成しますよという形になります。でこのゲームリアルタイムで進んでいくので、うん、割と待ってる時間もいろんなところにダイスを置いて進めていかないと、まあ、ぼーっとしてると敵が攻めてきたりとかするので、割とサクッと。まだ来ないです。最初はね、さすがに優しいので来ないんですけど。できた。あ、できた。はい。調理場。調理場。できました。食料によってダイスが回復するという設備ですが、うん、さっき言ったようにですね、食料があると、そのダイスのヒットポイントを回復することができるっていう施設になります。なるほど。今持っている食料は左の縦に並んでいるアイコンがあるんですが、そこで5つ食料を持ってますよっていう感じですね。なので、他のやつもちょっとやってみましょうか。それは作業ですね。狩り場、食べ物を取ってくるマス。これ何ですか？このコンパスみたいな。コンパスみたいなやつは地図を広げるときとかに使うんですが、現状今使える施設を建てていないので、あ、なるほど。今の状態では死んでる面になりますね。だったらあんまりいらないみたいな、はい、そう。どうしようかな。そしたらもう作業をどんどんさせていくとか。これも使える、はい、割とポンポン置いてっていい感じなんですか？置いてていいです。これはでアイコンが一致してないとそもそも置けないので、置ける場所がなくなったらもうリロールするしかない。じゃあやっちゃおう。はい。ああ、同じやった。そうですね。でも使えるとこいっぱいありそうですね。はい。作業台数は結構使えるところあるの で、はい、で今度目標家を建設するってあるので、ちょっと家を建設するところをやってみましょうか。はい、家、はい、そこのそれです。これが建設アイコンなので、そこからいろんな施設を自分の領土内に建てられます。はい。ただ家、木材が5つ必要です。本当だ。じゃあ木材を集めなければならないとなった時に、ちょっとな、その木のところに、じゃあ作業台数、農民を作業の面を上にして、これですか？それ狩り場ですね。左の木のところですね。これか。はい。置かねばならんと。おお。おお、赤いきた。灰色状態のもうやり終わったダイスなので、うんうん、そのままじゃ使えないのでリロールしなければなりません。これは、それは、まあ、なんでしょうね。もうちょっと進んでいくと農業とかができるようになるんですけど、うんうんうん、そういったちょっと進んだ設備を使うときとかに使うのが歯車マークです。なるほど。これ、それはね、薬となるハーブ、薬草を採取するマスですね。とりあえず初めは、はい、解放させてあげてって感じなんですかね。そうですね。最初は本当に資源を集めて家を建てて、どんどん奥に進んでいくっていう感じになります。でも一応木材、まあ、左側が材料、はい、木材、所持している材料が左側に一覧で出てますね。うん、どこでもいいんですね。はい、どこでも大丈夫です。お家。どうしよう。ゲームが進んでいくと、例えばこの建物の横に他のを置くと効率が良くなるっていうのが出てくるので、なるほど、配置とかを気にする必要も出てくるんですが、現状はそういう能力がないので、これはハンマーですね。ハンマー2つ。ハンマー2ついるってことか。はい。じゃあもう全部変えちゃおう。出ませんね、ハンマー。このね、リロールして出る出ないので、ね、ランダム性が結構面白いところで。あ、今は余裕あるからいいじゃないですか。これ敵が攻めてきてる時とかに、はい。一時停止はできるんですけど、はい、一時停止するとダイスのリロールとかの動作も停止しちゃうんで、あ、なるほど、必ず時間が流れてる状態でどん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 ダイスを回していかなきゃいけない。で、どんどん数減っていく。はい。で、どんどんダイスの耐久力が減っていって、やべえ、どうするよ、みたいになっていくんですよ、これ。それ回復できるんですよね。はい、そこに置けば、そこに置いて食べ物を食わせてあげると、はい。ポンって食わせてあげると。いっぱいついてくるんですね。はい、全部ついてくる。全部ついてくる。はい、全部ついてくる。なるほど。後になると、その、
調理場をたくさん立てて一気にバババババって回復させたりしないと間に合わなくなってきたりとかするので、食料はちょっとハンマー来ないですね。来ないですね。ちょっとなんかここら辺集めといて、はい、この運とその自分の思考能力で回していくのが楽しい。あれどうした？そうなんですよ。来ない時はね、本当来なかったりして。来ない。結構ね悩ましいんですけど。食料。本当に来ないんだ。これがねだんだん切羽詰まってきて楽しいんですよね。あ、本当にハンマー来ないんですけど。はい、もうバンバンリロールするしかないですね。あと11回。あのでもまあまあ11回。まあまあって思うじゃないですか。まあまあって思ってガンガンやってると大変なことになる。それは石ですね。石集めとこ。引きがかなり悪いですね。悪いですね。これがダイスの醍醐味。あ、来た、ハンマー。やっと1個来た。もう1個欲しい。さすがに次のリロールで。これ回復しておく。これこまめに回復した方がいいんですかね。自分はもうちょっと減らしてから回復しますね。ああ、なるほど。どんぐらいですか ?8 と5とか ?5 とかなってからかな。で一応時間の流れの速度も変えられるので、考えたい時とかには一時停止したりとか、ああ、なるほど。作業を待ってるだけだったら4倍速にしたりとかで、ちょっと調整できるので、ここかはい、そこで。あ、ドゥンドゥルンドゥン。あ、はいはいはい。あ、ちょっと戻ってきた。来ないですね。ゆきちゃん運がなくなっているのかな。ガンガン回しましょうか、じゃあ。来ないですね。なんでちょっと、その間に。家を建てればダイス増やせるんですけど、なかなか。あ、来た来た来た、やっと来た。あー、長かった。はい、そうですね。今食料自体はそのダイスを回復するっていう効果があるんですが、別に維持には使わないので。なるほど。ほっといても別に勝手に食っていったりはしないので、その辺のリソース管理はまだしやすいところではあると思います。がただこのゲームですね、資源が湧かないので、新しく有限なんですよ、資源が。なるほど。あ、本当だ、ここにあった歯車のやつなくなってる。どんどんなくなってくるんですよ。だから割と奥へ奥へと早く進んでいかないと自費になったりとか、そういう要素もあります。学校は何ですか。学校は農民ダイスを市民ダイスっていう、ちょっとその頭がいい人たちに変えることも、はい、グレードアップさせられる、まあクラッシュチェンジっていう方がいいかな、させられる。とりあえず次は農民を誕生させる。はい、今建てた家は農民ダイス、オレンジ色のダイスを2つ置くことで、はい、新しい農民ダイスを1つ生み出すことができる。で、ダイスは12個まで持てます。確かに。画面中央のちょっと左側に12分の5って書いてあると思うんですが、あれが今の上限12のうちの自分の持ってるダイスが5っていう意味ですね。なので、最初はもうどんどんダイスを増やして、手数を増やした方がいいと思います。はい、今使わなそうなコンパスとかは優先的にそういうところに放り込んじゃって再利用すると。完全にコンパス入れてるか。あの1分かかるんだ。それはもう4倍速とかでバーってやっちゃった方が早いですね、そういうのは。これ結構攻めてこないですね。最初のね、冬を越すまでは攻めてこないと思います。あ、なるほど。それ冬とかもうちょいで来るとかどっかで出てる、左上の指導者のアイコンの右に黄色のバーがあるじゃないですか。これそれが気温を表してて、今真夏です。冬が近づくとその辺がだんだんこう青くなってくる。あ、なるほど。ダイスクラスのお話をしてますね。はい、上におじいちゃんと女の人の顔があると思うんですが、はい、それが農民の幸福の満足度、はい、結構幸福。市民とか兵士っていうのが増えていくので、だんだんそのね、農民たちのご機嫌取りとかをしなきゃいけなくなってくる。寒いかもです。寒いかもです。ちょっと黄色ゲージの下に緑が見えました。あ、本当だ。で、冬になると、
作物が育たなくなるのと、はい、あと作業した後にダイスが凍ってしまって使えなくなるっていう要素があります。固まっちゃうんですか、はい、なんということだから食料危機、飢餓とかで死にはしないんですが、うん、ダイスを使えなくなるのででかいな。敵が攻めてきている場合だと兵士を送り出せなくなってそのまま壊されて積んでしまうということが出てきます。なるほど。まあ、最初の冬は大丈夫ですが、いやなんかあんなポップアップで圧かけられるとちょっとビビるな、はい、確かにそうですよね。で今目標が4つに増えましたね、小麦農場を作る、めっちゃ増えてる、風車小屋を建設する、はい、宿役場を建設する、蒸気発生機を建設すると。本当だ、タスク多いっすよ。はい、いろいろタスクがあります。とりあえず一旦整理、はい、整理するか。これはそれが食料を生み出すマップ、タイルですね。夏の間しか活用できませんね。そう、そうです。夏のもうすぐ夏が終わるんですけど。なるほど、はい、風車小屋、風車小屋は手に入れた小麦を食べ物にするので。るじゃあ夏だ、はい、これは宿役場、宿役場はいわゆる自分の領地を増やすための建物ですね。 どんどん奥に行くために必要になります。宿役場は、ね、宿役場が一番役に立つかな今。これ右のバーが進行度ってことですか。そうです、マップの進行度ですね。一番今下の方に、見えづらいですが矢印があるんですが、そこが今自分がカメラで映している場所、うんうんうん、で一番上が目標地ですね。目標地点、あ、またハンマーじゃん。ハンマーです。建物を建てるのはハンマーです、基本的に。なるほど。あ、結構寒くなってきましたよ。寒くなってきましたね。寒くなってくるとどうなるかが多分冬でわかると思います。ハンマー来ない。ハンマー来ないよ。ハンマー来ないですね。まあもともと農民のやつってハンマーの面、まあ、6つしかないんですよ。はい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 。あ、なるほど、うん。そのせいです。作業をするのは得意なんですが。私のせいじゃない。そう。6分の1ですか。出にくいのは出にくい、確かに。建物を建てるのはちょっと苦手なんですよね、農民は。あーち。なかなか来ないな。はい。なので、事前に建物、あの、ハンマーのマスが出てたら、うん、あの、キープをしておきます。リロールしないように。ほう。はい。そこの上に、ロックモードっていうのがあるんですけど、それにしとくことによって、ロールをしても面を変えないで済むので。なるほど。あとで使いそうだなと思ったのは、そこで。鈴木たこれなんすか、保存しておくと。めっちゃビビってるじゃないですか。難しい。季節の変わり目に必ず出るイベントで、法律、はい、このうちの3つのうちから1つ選んで恩恵を受けられることができます。で今全部オレンジじゃないですか。これ農民しかいないからなんですけど、市民とか兵士が出てくると違う色のが出てきて、選んだ人の選んだ色と同じダイスの幸福度が上がります。なるほど。なので本当はこっち選びたいんだけど、今兵士から嫌われてるから兵士の方にちょっと拒否権取っとかないといけないかなっていう時とかが出てくるんですよ。だんだん。そういうのも考えなきゃいけないんですね、はい。そうしないとボイコットしだしたりとか、わお、あの家を燃やしだしたりするので。わあ、人間だ。燃やしだす。はい。これ、ね、今この右上に赤いマークが。それはおすすめマークかな。あ、おすすめですよって。うん、ハンマー。全部大事じゃないもん。これは、新しく生み出した農民ダイスが普通の面に加えてその、作業シンボルがプラス1された状態で出てきます。作業シンボル、はい、例えばなんだろう、鉄取ったりするときとかに使う面が1だったのがパワーが2になってより効率が良くなる、レベル2になった面が出てくるということですね、簡単に言うと。どうしよう、どれがいいですか。音質はね、めちゃくちゃ強いですよ。ですよね、はい、冬でも小麦栽培できるんで。小麦できるんだった、うん、あ、言っちゃった。なんか雪降ってるんだ。ただそうですね、雪降ってきた。たださっきの恩恵を受けるにはまず町役場を作んなきゃいけないので、いずれにせよハンマーがないと。あ、ハンマーでも、まあ、一応1個は1個だけ、はい、全身ハンマーが必要ですね。ハンマー来ないですね。6分の1ですから。ちょっとこれを回復させよう。はい、あ、結構確かに耐久値が。ちょっと木も切っとこう。はい。お、お、
一個来たスクレこれで町役場が多分完成しますね。で完成するとどうなるかというと、町の領域が本来であれば広がるんですが、ちょっと手前に置きすぎたために広がってないですね。あ、これ広がるやつだったんですね。はい、そうです。そこを中心に広がるってこと。そういうことです。あ、なるほど、そうだったんだ。で初めてコンパスアイコンが、ま、町役場で出てきましたね。あ、本当だ。はい。あ、でもちゃんとなんか管理できてる感すごい。序盤のハンマーは割とキープしておくのは一つの手でもありますね。リロールを繰り返してるとこうやってどんどんダイスの耐久度が減ってきて、本当ですね、危ないので、まあ新しくダイスを作ったりとか。あ、逆にそうか、はい、だったらこれ凍りましたね、ダイスがね。どうしたらいいんですか、これは。解除する方法としては、はい、酒を飲ませないといけないんですよ。酒を飲ませるには酒場がないといけなくて、で酒場に酒を供給するためには、そのビール工場みたいなのが必要 で、でビールを作るには小麦が必要なんです。なるほどね。なるほどね。じゃあさっきのやつは大事だったんですね。うん、大事ですね。ここで取っといてよかった。はい、まあそれもあって、最初の冬は敵が来ないっていうのはあると思う。ああ、なるほど、なるほど。チュートリアル、まだチュートリアル期間だから、そうそう。こうなっちゃうよっていうのを、ここで体験できる、まず。だいぶヒヤヒヤしますけどね。はい。本当ですよね。というか、どんどん凍りますね。はい。なんでそんなに、やめてよ。みたいな感じなんで。ダイス作ってるから。はい。でも、お酒はない。お酒何に、ね、みたいな感じでどんどん詰まっていくんですけど、一応、はい、ちょっと進んだデータがあるので、そちらの本でプレイしてみますか。あ、本当ですか。はい、マウスいりますか。あ、大丈夫です。あ、多分これで1回代わりにやってくれてます。ちょっとリタイアしちゃいました。でも面白い。慣れてくるといろいろできて楽しいですよ。結構でも忙しかったっすね。そうですね、かなり忙しいですよ。そう、忙しい中で、うん、ダイスのランダム性でより混乱させてくるっていうのがこのゲーム性なので。じゃあここからはホロロさんにプレイしてもらって、ちょっとやってもいいですよね、橋本さんが。いや、ぜひホロロさんのプレイを見たいです。ちょっと勉強しよう。じゃあちょっとマウス行かせてもらって。あ、マウス、あ、そうだ、マウス。はい、はい、少し進んだ状態なんですが、こういうペース、ね、今半分ぐらいまで、ここぐらい半分ぐらいまで来たところで、結構敵側が攻めてくる状態なんですが、上側に今農民の他に市民と兵士っていう職業が追加されてます。あとは僧侶と修道士かな、あ、修道士と商人かっていうのが追加できるんですが、この青いダンスがダイスか、ダイスが兵士ダイスですね。うん、で見てもらうと分かる通り、剣のマークがめちゃくちゃ多いです。多いです。本当だ。ただ戦うことは得意だけど、他の作業が全然できないっていうダイスなので、兵士を増やしすぎてもそれはそれで困ると。なるほど。上限が今ちょっと超えちゃってますけど、1個。これ何か捨てないといけないんですが。あ、捨てなきゃいけないんですね、はい、超えちゃうと。そういうのもある。っていうのもあるので、12個の中でどういう配分をするかっていうのを状況に応じて変えていかねばならないと。いや、面白いな。しかも全部で5種類あるから、うん、で今凍ってますね。凍ってます。凍ってるのはここにビールがあります、左側に。あ、ありますね、はい、これを作ってあるので、どこだっけ、酒場がどっかに立つ、これかな、酒場。酒場だ、はい、こういうとこにダイスを置いてビールを置くことで、一応凍結を解除することができる。この人たちは飲んで楽しんでるんですね。はい、体を温めてます。あ、体を温めてるんだ。そう、そう。楽しんでるんじゃない、体をちゃんと温めてる。温めてます。でこれさっきの町役場なんですが、町役場のこのオレンジ色の範囲があると思うんですけど、はいはいはい、この横にある建物とかにブーストをかける効果があったりもするんですよ。なるほど。なので、なるべくこの町役場を中心に建物を建てて先に進んでいったりとかも大事ですね。これは敵が攻めてきたら場所によって、はい、こう先にやられちゃう場所もできる。そうですね、この辺全部目標にされると燃やされてっちゃうので、どんどん。
じゃあ置く場所もちゃんと考えつつ、そうですね、結構割と広めつつみたいな、はい、あ、これでも結構だいぶ進んでますね。あとはだからそんな一気に持てるんですか？そうです。あ、これはちょっと凍ってるやつも一緒に持っちゃいますね。そんなそうやってすごい手際がいい。あと1秒あ。あ、これ今敵が攻めてきてますね。あ、本当だ。右から来てますよ。で、今見えるかな？剣のアイコンが今一つあるんですが、あ、なんか見えます。これは剣のアイコン一つのダイスを置けば撃退できるよというやつなんですが、はい、これパワー2のやつなんで結構オーバーパワーなんですよ。ただ敵がこれ進んでいくと2のやつとか4のやつとか出てくるので、こっちもこいつらを強化していかないと太刀打ちできなくなっていくんですね。今はいいんですが、あ、やった。やりましたね。全部。すごい秒で。負傷した。バンってやられてた。こういう強化チェンバーっていうダイスの出目を強化する設備とかができるので、こういうので強化していかなければいけないと。さらに強くなる感じ。はい。うわー。みたいな要素もあり。早い。サクサク。で、あとはですね、今戦ったダイスがちょっとひび入ってます。ひびも入る。はい。戦闘で傷ついたダイスがあると、もう一回この状態で戦わせてしまうと死んでしまいます。はい、いくらヒットポイントが残ってても死んでしまうので、これを癒してあげなければいけない。ビールですか？それは薬局でまた。あ、なるほど、ね、はい。よかった、薬局で。とかね。これもビールだったら、ちょっとどうしようかと思っちゃいました。ビール万能すぎるなと思った。ちょっとね、そんな北欧チックな感じでもないので。あ、なるほど。はい、続いて。で、あとはですね、いろいろあるんですけど、ちょっと紹介しなきゃいけないのが。いっぱいありそう。技術、まあ、スキル3みたいなものがあって、学校を建てると、はい、市民ダイスができて、その市民の人たちは、勉強することで、知識ポイントを生み出せます。なるほど。で、その知識ポイントを使って、このスキルツリーを進めていくことができる。じゃあ完全にそれは無視できないんですね。無視はできしてもいいですけど、多分行き詰まるんじゃないかな。結構あの木材の量とかを増やしたりとか、あとは単純にそのさっき言ったダイスの出目をパワーアップさせる施設をこういうところで開放しないとそもそも使えなかったりするので、縛りプレイとして封印するというのはできるかもしれないですけど、普通のプレイではやっぱり市民ダイスは使った方がいいと思います。なるほど、はい。そういうのもあるんですね。うん、考えなきゃいけないこといっぱいある。いっぱい。で、このようにさっきあった、あの、音質とか、あったじゃないですか。あれを、どんどん季節の変わり目に、いろいろ選んでいくと、様々なボーナスが出てくるので、なるほど。例えば、毛皮の詰め物を選ぶと兵士ダイスが凍結を受けなくなるとか、それ結構いいですね、はい、こういうのがあるので、そういうのを選びつつ自分なり の, そのプレイをしていくという感じになりますね、うんうんうん、今めちゃくちゃ凍ってますね。すっごい凍ってますね。ビールないっすよ。こうなるとあの酒場がもう一つ欲しくなるなとか、あ、確かにちょっと追いつかなくなってくるっていうのがあって、ビールなくなりましたね。したらビールを作んなきゃいけない。ビールは作れない。出目によって歯車の出目が欲しいんですよね、ビール作るには。ただ凍られてるので凍っちゃってる。どん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 こうやって回すんですけど、すると兵士は歯車ないのか。兵士はないです。そんな作業、繊細な作業はできないんで全然出てこない。ね、あ、来た。これでビールを作りたい。こいつ危ないので回復しとくとか。ああ。で、こんなやつやることなくなっちゃうんで、もう4倍撮影。ああ、どんどん進めて。はい。右側の、どんどんこはい、この。今敵が来てるやつ、ね。あ、それ敵のマーク。はい。赤いやつは敵のマークです。みたいな感じで、どんどん処理をしていかなければいけない。ああ。ビールができてない。できてるか。
2個です。すごい。まあ、こんな風にですね、自利品になっていきます。はい、だいぶ。いやー、でも楽しそう。で、これやっていくと分かるんですけど、はい、奥の方に行くじゃないですか。はい、基本的に。進んでいくじゃないですか、はい。施設の方が下にあるんですよ。自分たちが作ってきた施設が。確かに。だから毎回、こっち見て、何かするたびにこっち戻って、ってやるのが、だいぶめんどくさいというか、時間のロスになってくるじゃないですか。はい。すると、新しい施設を前線に建てたいですよね。そうですね。はい、はい。で、建てていくと、いつの間にか資源が足りないなっていうことに気づくんですよ、これは。おー、なるほど。難しいな。自然は有限なので、そうですよね。使いすぎも良くない。まあ、もちろん、こっちを解体すれば、多少は返ってくるんですけど。あ、解体もできるんですね。はい。一応、解体ボタンがね、あるんで、これかな？解体モードっていうのがあって、解体することで幾分かは返ってくるんですが、あくまでも気持ち程度なので、ほどほどに。できれば、ちゃんと考えてやった方がいいっていうことなんですね。はい、立てすぎは立てすぎで良くないっていうね。めちゃくちゃ考えてやらないと、割と早めで行き詰まりそうっすね。そう。初プレイは割とね、結構すぐ、この辺で死ぬんじゃないかなって思う。結構序盤だ。二つ目行けたあたりぐらいでやられちゃうかも。凍結が厄介なんですね、やっぱり。まあまあまあ。結構冬長いですね。長い。若干暖かくなってきてますか？今徐々に。でも画面もなんか固まってません？固まってる。じゃ緑増えてきましたよ。ちょっとね、暖かくなってきたから、今。なるほど。みたいな感じで進んでいくゲームになります。残念ながら、ちょっとお時間のようなので。はい。ああ、お時間ですか。はい、いや、でも面白そうだな。面白そう。はい。かなりね、結構新しいタイプのゲームだなと思うんで、うんうんうん、ぜひぜひ発売されたらやってみてほしいですね。ライスの部分が結構、うん、肝ですね、うん、やっぱり。運要素がちょっと関わってくるので、まあそこが好きな人とちょっとなって思う人もいるとは思うんですけど、個人的には、あ、出ねえ、出ねえって言いながら回しまくるのが結構好きです。確かに。楽しい。資源管理もなかなかに難しそうで、もういい感じにハマっちゃいそう。そうなんですね。結構時間忘れてやっちゃうタイプのゲームなんです。のめり込んでやってしまいそうですね。ということで、そろそろコーナーの終了のお時間ということで、はい、再度カタログスペックが出ておりますね。はい、はい、ダイスレガシー、はい、21年9月9日、Steam とスイッチ両方とも一応ダウンロード番組で発売となります、うん、ぜひぜひ今回興味を持っていただいた方は試してみてください。よろしくお願いします。お願いします。ということでダイスレガシーのコーナーはここまでとなります。